はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8続きをやっていきましょう。前回クエストで、シスターとのデートが終わったところになりまして、でちょっと今回も、まだクエストの方を進めていきたいと思います。この師匠への献上がありますので、まずはこいつをやっていきましょう。でまあせっかく村にいるので、ちょっと武器と防具、まあ、防具はいいか、武器の強化を見ていきますか。リベラシオン、あんまりね、そう強くならないんだけど、素材はあるから作っちゃおうか。さあできたわ。グランスセイバー足りねえし、こいつは足りるな。では始めましょう。完成よ。でこいつどうしようかな。今一応控えといえば控えなんだよな。グランセーバーの残光バネが足りないのか。交換できるかな。交換すると、ゆっくり見てってね。残光バネが欲しい。あ、輝く粘液とか交換できるんだ。希少品だっけ残光バネって。風切りバネ、あるね。でもあんまり必要素材そんなに大したものが必要なくて、よかったよかった。5個くらいちょっと交換するか。これこれじゃ、またね。こいつどっから手に入れてんだよこんなレア素材普通によこせよ。まったくこの村のために探検してあげてるんだから。よし、オッケー。これでみんな一応マックス。まあアクセルブレーカーはマックスじゃないけど、っていうかもともとあいつマックスだったな。ヒュンメルレベル高いし。じゃあちょっとこっちに行きましょう。一番近いところ、一番近いところ、ここ、こっから行くの。まあここが一番近そうなんで。どういう地形だったっけ。もうちょっとこっちの方忘れちゃったな。このまま奥に行けばわりかしすぐ海岸に出たような気がするけど、ここはボスがいたんですよね、カメレオンの。でカメレオンのボス倒してここを抜けて海岸に出た気がするけど、違ったっけ。あ、そうそうそう。でここ自体はあれ、あの青いのってなんだっけ。あ、焚き火だっけ。なんか作っていきますか、せっかくなんで。海鮮キッシュ、入手経験値アップ、すごいね。これちょっと1個作っとこう。まあ、今は食べないけど。食事は3食きっちりとな。まあ、そうすると攻撃防御アップのこれがいいかな。精錬麦がちょっと足りないっすね。完成だ。で、こっちに除去できるものがあるので、っていうかさ、これ除去しないともしかしたら先に進めない。そんな感じだな。巨大な岩が道を塞いでしまっている。支援要請。さて、いっちょやろうや。この岩さ、人がいればどうにかなるっていう感じの岩じゃないんだけど、どうやってどけたんだマジで。全員の力を合わせてって言ってるけど、皆さんのご協力に感謝します。別に機械とかあるわけじゃないからね、ここは人の手だけでさ、あの岩は多分どかせないと思うんだよね。てか新しい敵がいんな。23レベル、そんな強くないね。っていうか飛ばしてきたな。お、小さな歯。うわ、ちょっと高低差があって、おらん、おっくない。いいね、ナスビとか。綺麗な歯もくれんのはなかなかいいな。お、落ちてきた。こいつ動けんの、植物だけど。動く気配はないんだけどな。ここには普通の植物もあるし。お、ジギタリス。ジギタリスって何に使ったっけ。一応レア素材にはなってるけど、
こいつらはまあやっぱり弱いね。宝箱をゲット。お、蘇生薬いいね。蘇生薬が嬉しいわけじゃなくて瓶が増えるのが嬉しいっすね。あれこいつこんなところにいるし、んでこっちか。おわ、近づいてきたらぶっ放す。いいね。ナスビって何に使うんだろう。結構いっぱいもうナスビ持ってると思うんだけど。さてこのまま登っていって前方になんかいるんだけど何あいつ、あいつが師匠かもしや。ん、こっちの方か。え、谷になってるけどジャンプして向こうに行くのかな。ちょっとその前にこっちの方から見ていきましょう。ここに花があって、あれ色が違うかな。でも小さな葉だし。木の上、ほら、え、何もなくね。あ、卵手に入れてるし。え、そっからこっち、あれ落っこっちゃったんだけど登れねえしまあ上には花がいっぱいあるだけかな。こっからこう来て、あ、こうか。完全に自然破壊だよな。まあでも生きるためだからね、しょうがないよ。小さな葉ばっかりじゃない。ここで小さな葉を稼げるっていうことか。さてじゃあこいつのところへ行きますか。ジャンプすればいいのかな。おら、よしよしよし、これで回復して。いや、でけえわ。リコッタの 2.5 倍くらいないか。マスターコング、キャラクターボイスがある。こいつ喋れんのかな。そうなのサードと同じこと言ってるし。ただならぬ風格。ヒヒ、いや、ゴリラ。ヒヒって何？なんて言おうとしたんだ。私は私だ。ああ、一応喋れはしないんだ。わかればいい。マジですげえなこいつ。そうだ、完熟マンゴー。まあ別に完熟マンゴーくらいあげるよ。ん？話せばいいのかな。師匠に完熟マンゴーを献上しますか。献上するとリコッタ一人で師匠と戦闘を行います。マジでちょっと待って、やめておくとかがっかりしてんだろうな。ちょっとリコッタのスキルを見てみましょう。合爆三段、まあこれを主体にしてムスッとタックとか、なんかあったっけな。他にトラップはいらないでしょう。激銃アタック、グリーンウィップ、あ、大旋回ね。ちょっとこれを入れてみるか。よし、これでいこう。完熟マンゴーをどうぞお師匠様。いや、胸借りるって言っても叩き潰されて終わりそうだな。孤高なる道の探求者マスターコング、強そう、普通に強そう。やべえだろこいつ。
あれ、画面が白くなったけど。ああ、レベル38か。あ、ない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 、ちょっと待って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 、なんか怖い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 よ。どうなんだ一体。おーっと、165か。まあなんとかなりそう。うお、なかなか変則的な攻撃もしてくるんだな。ダメダメだ、痛い。おーら、おーら、フラッシュガード的なの狙ってみたら、なんか、おお、いいねいいね。これさ、しかもあれなんだよな、フラッシュガード中に必殺技使うとオールクリティカルになるんで、おー、いいねいいねいいね。これにて減ります。98か。お、300、ラストが来るのか。おらおらおら、どうした。逃げろ逃げろ逃げろ、これはなんかやばい。ミスったもなんか慣れれば強いかもな。これ結構いいね。そろそろちょっと回復させるか。殴られそうだ。あ、料理を食おう、料理を。まあ、経験チャップはしょうがないんで、これだな。癒される。攻撃力アップ。おい、いいね、強くなってる。確かに強くなってる。強い強い強い。このは押し切れそうだな。どうだ、攻撃が単調だからな。あ、これあれだ、来るんだよね。あ、全然違った。いや、これだ、これこれこれ。うおー、逃げろ逃げろ逃げろ。まあ、距離を取れば楽勝だな。ちょっとフラッシュガードを狙ったけど、技を出してたからか。いいね、師匠に膝をつかせている。そろそろ倒せそうだ。よかったよかった。北沢は、あ、溜まってるけども、ピュンだね、師匠。決める。まあ、攻撃がね、単調だから。キルフィニッシュ。めっためたにしてんな。よーし、いや、やっぱりボス戦で飯を食うっていうのもありですね。画面が白くなる。お、大丈夫かゴリラ、ぶっ倒れてるけど。俺はとうとう師匠を超えた。はあ、はあ、やったぞ。お、スパイラルダイブ。ありがたき幸せ。げ、全力じゃないんだ。なになに、お前たちも見込みある。機会があればそれぞれ稽古をつけてやろう。ただし完熟マンゴーを忘れるな。そうなんだ。ま、楽しみだ。いずれ相手をするのか。まあ、今日はね、疲れちゃいましたからね。それではさらばだ。今度は日いずる浜にてアウトしよう。どこだそれ。すげえな師匠。よし。お、リコッタの好感度が上がった。お、ヒットポイントが増えてアドルも増えたと。
いいね。あと、そう、宝箱。あれ？ロケーションかよ。パラセコイア。木の名前かね。見事なものだな。宝箱くれ。正面に宝箱が。さて、何が入っている？ストーングラブ。え、何ストーングラブ？石化とかないよね、多分。あー、麻痺か。麻痺不可か。そしたらこのまんまでいいかな。あれ、植物があるけど。あ、こっちか。植物はね、今のレアものとしては輝く葉がレアだから、こっちに降りられて、あ、ここはこれか。じゃあとりあえずこの地域はこんなもんなので、あとね、ここがね、行けるはずなんですよ。一番近いところはここ。よし、移動しましょう。探索できるところはちょっと探索しておきたいんで、で戻る感じになるのかな。まあ、こうやってね、地図に記しておいてくれるのは助かりますね。獣たちの丘とか、だいぶ昔のことのように思えるな。もう、はい、腰かとしよう。耐久力がありすぎる。あれ、ここだっけ。崖が崩れていて進むのは危険そうだ。よし、撤去してもらおう。ほんじゃ、作業を始めんぜ。お安い御用だ。ありがとうございます。ありがとうよ、みんな。ま、モンスターは特に変わらずか。ぶっちゃったから、シカとして、もうどんどん進んでいこう。おお、狼がいっぱいいる。いいね、気持ちいいね。こうやって一掃できるのは完全に動物虐待だな。え、こっちのくぼみは何にもなしか。てか何があるのこっち。そもそも宝箱が右に見えるけど、お前らでは相手にならん。どきたまえ。こっちは仕方すると。ん？これこっちでいいのか？木がある。ちょっとこっちを倒してこう。もうあいつはね、どっか突進していくからね。で、こっちに来て、で、宝箱か。こっちはぶっ倒していきますか。狭いところに。よーし。お、鬼人の霊光。これ SP 最大値が増えるんでしたよね、確か。早速使おう。あれ、駆除になってる。駆除。鬼人の霊光、ここから来た方がいいかな。あ、これプレゼントアイテムなんだ。大きな種とか。もう全然見てないね。まあ、見てないっていうか、チェックはしてないね。そんなことより、鬼人の霊光だよ、鬼人の霊光。あとこれだ。こっから使えねえし。どういうことだ、全く。SP 最大値10。ここの地域はじゃあこれで終わりかな。鬼人の霊光があるよみたいな感じで、地図ももう埋まってるしね。で、こっから来たし OK で、あとは多分ないと思うんだよね。これ何？ハテナになってるけど、ここもハテナになってるね。滝裏の鍾乳洞。ああ、なるほどね。ちょっと明かりを手に入れたんで、どうせなら行ってみますか。明かり装備してたっけ。
この靴はいいでしょう。よし。お、明るい明るい、いいねいいね。なんだこいつ弱い。これ足を踏み外しそうなことだ。すげえな、ただ。あれ、あっちだからここは。いや、違うな。ちょっと慎重に進まないと。ま、ここはね、まだ鉄鉱石か。ほら。ほら。おお、いいね、ヒールポーション。ここに来てちょっとビームが増えてきたよ。で、こっち。おー、危ない危ない危ない。あ、てか技が使えない。こっちから行きますか。え、なに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 、これ前方にすげえ鉄鉱石の塊がいっぱいあるんだけど。このままこっちでいいの。あ、これでこっちに出てきたのか。で、ロケーションと乳白色の鉱脈。こりゃ見事な場所だな。洞窟はやっぱり声が響くね。これ何。あ、鍾乳石か。すげえいっぱいあんの。鍾乳石と鉄鉱石を集めるのにはここが一番いいね。って言ってももう今はね、敵対とこう多分交換すれば速攻で手に入ると思うんで、もうちょっと早めに来るべきところだったのかな。そう考えるとあっち側も行けると言えば行けるな。これジャンプで行けるかな。とう、おー、行ける、いいね。下行けばいいのかな。落ちてしまったよ。あ、宝箱がある。そしてこっちも先へ進めるけど何にもない。地図から見て左の方に敵がいっぱいいるな。ここはもう一気に突っ込んでくる。ここはこれで終わりか。ん、なんだなんだ、こいつらなんで来たい。で、宝箱がまたこっちにあるんで回収していきましょう。ブルーケープ。そうするとさ、どこだっけ、なんか超強いカエルみたいなところがいけそうな気もするな。あいつ何レベルだったっけ。全然手が出なかった敵なんだけど、ちょっとそっちの方を覗いてみるのもありかな。ここが終わったら、あれ、いけないんだけど、段差があるってことか。よーし。あ、ここでこう来るわけね。 OKOKOK、 制圧完了。じゃあちょっともう少しですね、気になるところ的なものを。ここも行きたいけどね、場所的にはこっちの地域か。これどこに出るんだっけ。で、こっから来て、あ、ここはあいつか、料理人がいたところですね。今ここだから、ここもさ、50何レベルの敵とかいたよね。さすがにそいつとは渡り合えないか。ああ、あいつらあいつら何レベルだったっけ。しまった。うわ、56レベルはちょっと無理だな。あ、こっちの方とか行ってないんだ。そもそも逃げ回ってたからねやつから。あ、それでこっちか。
ちょっと待って、ちょっと待って、無理でしょ。おお、怖い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 。とりあえずスタートして、え、だって無理だよね。全然ダメージが通らん。みんな一生懸命頑張ってるけど、あー、いけない。これあれか、二段ジャンプができるようにならないといけないっていう。なるほどね。じゃあここはちょっと諦めますか。多分この先なんだな。そうするといけないから、あともう一つどこだっけな。あ、そう、侵食谷。ちょっとこっちの方も取ってない宝箱とかが確かあるはずなんで、まあ、やつに対抗できればの話だけど。おや、何かあるぞ。さっきの古代種にはさすがに対抗できないんで諦めましたけど、ここのこっち、まだ取ってないものがあるはずなんで、まあ、問題はおらっちゃん、おらこいつだ、こいつ、こいつと渡り合えるかどうか。さて、おら、くらえ !352。なんかいけそうじゃん。ちょっと技使おうか。あれ、リコッタになってる、いつの間にか。いつ変わった。一応、後ろの吸血バットみたいなやつにも当たってんな。よし、ぶっ倒せるなこれ。お、ブルブルゾーンのなんとかみたいなのを手に入れた。粘液。おお、そしてこの宝箱をようやく取れるよ。修験者の飛躍、何これ。修験者の飛躍、お、レベルプラス1って、それはちょっと取っておこう。まだ、いや、いいもん手に入れたね。あともう一つ宝箱があるはずなんで、あっちの方。どうやって行くんだっけな。あれあれあれ、なんかわからん。いやー、とうとう、あの、頭の大枚的なやつとも渡り合えるようになったか。これ逆側から出るんだっけ。やっぱりこっちか。で、このままこう行って、で、こっちじゃない。もう一個こっちか。で、こう来て、あー、こいつここにいるんだ。あれ、どこだ？で、こっち？ちょっとこれ明るくしよう。で、左の方に出ていくのか。あ、こいつはここにいるんだ。おらおらおら、もうお前など敵ではないわ。やばいやばいやばい。ただ強い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 。あ、麻痺ってんのか今。まだまだいける。そしてみんないろんな状態状になってんな。まず毒がいて、これ何？目薬で、まあ一人やっと。おお、なんだなんだなんだ。あれ、食われた。わ、食われてんだな。お、切った。よしよしよし、ここで畳み込もう。オッケー。あ、そうか、こいつ倒しても多分経験値いっぱい手に入るんだな。で、出ていくんだ。こっちか。いや、相手を倒すことによってだいぶ幅が広がるな。痛い。いたのか。ダメージはね、ただ結構食らうんで、そこはちょっと気をつけていかないといけないですね。どこにいた？なんかめっちゃダメージ食らったから、いるのかって思ったら
いなかったし。お、上行けないのか。あ、行けた。何かあるぞ。あら、ちで、こっちに来て、で、宝箱とショートカット作れたんだね。青き調合所、死目薬かな。これはあいつに渡せばいいんだっけ。じゃあとりあえずここはこんなもんか。あともう一つここにあるね、なんか。ん？こっから行けばいいのか。侵食だに最悪。こっちの方はまあ後で行くとして、まあせっかくなんで最奥に移動しましょう。でこっから出てって、暗で今どこにいるの。まだここにいるか。通過して多分もう次のエリアだよね。でここに出ましたと。日の出ヶ浜、あれさっきマスターコングが言ってたとこだっけ。で多分ここもあれかな、この上かな、二段ジャンプ的なものがないといけないかな。ここに登って、でこれ二段ジャンプとかでもいけなくねえか。ちょっと見てみよう。あ、全然違った、あっちだし。なんか実が欲しい、実が。美味しそうな果実だな。果実、ココヤシか。ココヤシはな、ちょっともうこれロケーションだったよね確か。あ、マスターコンがすでにいるじゃん。なるほど、そういうことか。ちょっとまあそれは後で来よう。ヒールポーション使ったから、まずヒールポーションを補充して、で先に進んでいきますか。蘇生薬はもう使っちゃっていいかな。ヒールポーションに変えた方が有効的だと思うんで。蘇生薬は使います。で空き瓶になったんで、ヒールポーションを調達しましょう。お、調合所、そうそうそう、目薬、目薬も調合できなかったのかお前は。こんにちは。ヒールポーションを、では私、おー、これで8個。ジギタリスか、ヒールポーションやっぱジギタリス使うんだね。で固形薬で足りなそうなの、火消しがなんかちょっとないな。10個くらい、綺麗な花めっちゃ使うな、マリア。で止血もちょっと欲しいから、これも10個くらい調達しとくか。で目薬か、で目薬はまあ5個くらいあればいいかな。これでいいでしょう。 OK、 一応準備完了かな、これで。はい、というわけで、じゃあちょっと探索の方をこれで終わりにして、まあ次回からまた、物語の方を進めていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。